ブラジル銀行は1808年に設立された、ブラジルに拠点を構えるブラジル最大の商業銀行、ブラジル最初の銀行でもある。1964年にブラジル中央銀行が設立されるまでは、ブラジルの政策金融機関としても機能していた。日本を含む海外進出に積極的であり、日本では現在4つの営業拠点を構える。 名古屋市や浜松市などブラジルからの出稼ぎ労働者が多い地域などへ出店を進めており、東京以外に支店を持つ唯一のラテンアメリカ系銀行であると同時に国内総資産は外資系金融機関で第2位を誇る。ブラジル銀行はアメリカ合衆国など複数の国に支店を展開している。これら支店は大企業や他国を訪れたブラジル永住者のために設けられたものであるが、 進出国の居住者にも通常のサービスを提供している。ブラジル銀行は、ブラジル国外に、支店、営業所、営業部門、オフィス、子会社からなる44の拠点を有している。オフィス、子会社2004年12月16日、長年にわたり不法就労者の送金を受け負う、地下銀行との取引を続けていたことや、行員による、預金の横領等の不祥事件を金融庁に、 届け出なかったなど、多数の法令違反が発覚したとして、金融庁は、同24日から外国為替送金を伴う、法人顧客との新規取引業務を停止する、行政処分が行われ、2006年6月30日に解除されている。日本郵政公社、三井住友銀行に加え2007年4月28日より、セブン銀行、2012年1月より、 イオン銀行と提携を結び、全国のセブン並びに、イオン銀行 ATM が利用可能になった。新規口座開設にあたって、初期入金の最低額は2000円。マルチ通貨預金口座で4種類を使った通貨建てで運用が可能である。日本国内において、外貨ブラジルである建て普通預金、定期預金サービスが受けられるのが大きな特徴である。 通帳無発行型の普通預金であるが、一定の月間平均総取引残高がある。顧客には、毎月取引明細書が自宅まで郵送される。また、オンライン取引サービスを利用することで、直近6ヶ月の入出金明細書を確認することも可能である。2014年2月現在。 在日指定及び五反田出張所の窓口で外貨建て預金口座より米ドル、ユーロ並びにブラジルレアルをキャッシュで引き出し可能である。外貨取引を依頼し6ヶ月以上預け入れた米ドルを預金口座からキャッシュで引き出す場合、外貨引き出して数量は一切発生しない。また、月額平均残高が1万米ドル以上の場合、米ドル外貨引き出して数量の優遇があり、2ヶ月目から 無料となる。キャッシュにて、その他の外貨を引き出す場合は、所定の料金が発生する。口座取引開始日から翌々月より、口座時手数料が、毎月100円かかる。しかし、月間平均総取引残高が1000米ドル以上、もしくは円貨を含めた通貨にてそれに相当する、残高があれば、その口座時手数料は無料である。二千九年十一月中旬から、 事業拡大により、ブリックスの一国で、今後ますます経済成長の見込まれることもあり、ブラジル通貨レアルな手定期預金サービスの利用が可能となった。ブラジルは広大な国土、コーヒーをはじめ鉄鉱石や原油といった資源が豊富な投資対象国の一つで、2014年には FIFA フフワールドカップ、2016年にはリオデジャネイロで、 夏季オリンピックが開催されることで、今後ブラジル国内のインフラ整備も進むことが予想されており、ブラジルレアル市場に大きな注目が集まっている。今後さらなる経済成長が見込まれることから、ブラジルレアル定期預金サービスの金利は最大で年率8.75%ある。普通預金口座同様に4種類の通貨から通貨を選び定期預金サービスを利用することが可能である。 通貨の種類、運用期間によって金利は異なり、運用期間は3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、18ヶ月、24ヶ月から選択可能である。ただし、ブラジルレアル建ての運用であれば36ヶ月、60ヶ月も選択できる。基本的に定期満期時に利息が支払われる。確定利回りなので、預け入れ時の適用利率は満期日までは変わらない。 自動継続タイプの場合、契約期間ごとの福利式運用となり、また自動継続後の利率は、継続日の所定の利率が適用される。原則、中途解約はできないが、やむを得ない理由と判断された場合のみ可能である。その場合の中途解約手数料は発生しない。また外貨だけ定期預金を利用の場合、定期預金解約日に、受け取り外貨額を円価に交換する必要はなく、 為替相場に応じて自由に為替取引日を選ぶことができるので為替変動リスクを軽減することが可能となる。1972年の在日ブラジル銀行、設立以来、2012年の今日まで40年の海外送金の実績を持つ、ブラジルをはじめとし、アメリカ合衆国、ヨーロッパ各国、オーストラリアなど様々な国への海外送金が可能である。また、海外留学をする、 日本人学生やブラジル、ヨーロッパなどへ、サッカー留学する人向けの国際送金サービスも行っており、中でも、その送金手数料は、かなり安い。在日支店の窓口、または定型金融機関の ATM から、レミッタンスカードを利用し海外送金が可能である。また、事前に、受取人を登録することで、オンライン取引サービスを利用し、米ドル外貨預金口座から、 自動引き落としすることで、為替レートに左右されることなく、直接ウェドル建てで、海外送金を行うことも可能である。オンライン取引を利用し海外送金を依頼した場合、店頭の窓口や、定型金融機関の ATM より、手数料が安くなる。また、一定の月間平均総取引残高があると、送金先により海外送金手数料が無料となる。年月に、 ブラジルのサンパウロにアジアビジネスデスク部署が設けられる。ブラジル市場への注目が集まる中、ブラジルでのビジネスについてのサポート及び助言を行う。主な内容口座キャッシュカード、レミッタンスカードの利用が可能。名古屋支店浜松支店日本国内に4店を有する。以下の支店、出張所を有した。群馬支店、茨城、長野、岐阜出張所の窓口業務に関する。 お知らせ以後の取引は、BB ムーバルによる巡回になる。2014年5月1日配店2014年8月1日、配店茨城、長野、群馬の3点は、東京支店ご丹田出張所へ、岐阜出張所は、名古屋出張所へそれぞれ統合。ありがとうございます。